breaking down. さあ来ました朝比奈勇輝です、この人も柔道歴があります。甲斐さん16年ですか。いやすごいですね。この朝比奈君もトライフォースに総合格闘技と練習に来てるんですよね。はい、どんな選手ですか。やっぱり柔道がバックボーンにあってその腰が強くて、はい、であと身体能力も高いタイプで打撃とかも結構できるんですね。じゃあもう MMA ファイターと見てよろしいんですか。そうですね、まだ始めたばっかりですけど、すごくセンスのある選手ですね。道着を脱ぎました。大沢さん、こうやって道着を脱いで戦う人もいるわけですね。そうですね、まあ、やっぱり着てたらね、捕まえちゃったりするんで、不利っちゃ不利ですけどね。でも着てる方が見ててワクワクします。そうなんですよね、見てる方が面白いですよね。そうですね。朝比奈勇輝まだ22歳です。22歳で柔道歴が16年ですから、もう本当に早い時からやっていたことになります。本当す。さて続いてはこちら新井和穂。ご覧のように柔道、レスリング、それから日本拳法といろいろやってきた選手です。甲斐さん、この人も楽しみですね。すごいですね、経歴はもう格闘技エリートですね。そして24歳で若い、24歳対22歳の、ね、若い選手同士の戦いなんで面白いですね。これは非常に楽しみです。お互い組める同士なんでね、はい、だからこう殴り合いになるとかっていうことよくありますよね。確かにそうですね。鍵を握るのは何でしょうか。まあとにかく前に出るというのは前に出る、もうこれも間違いないです、はい、気持ちの強さですよ、ね、本当に一番大事なのはこのブレーキングダウンにおいて。控え室にいてまだ試合をしてない方にヒント与えておきますよ、はい、前に出る間違いないですよ。そうですね、本当に出る。もう1試合目見てすぐに結論が出ました。前に出る、はい。後背筋がパワーありそうな、はい、お互いか。おお、お互い体。そうですね、お互い格闘技経験長いですから、ね、長い。二人とも期待します、はい、互いに柔道の経験は持っています。そして画面向かって右側、朝比奈は甲斐さん一緒に練習をする仲だというふうに聞いています。いや、これはいいんじゃないですか。楽しみですね、うん。普通のこう格闘技集がしますよね。そうですね、体がすごいから、はい、始まりました。うわー、いったー、あ、手掴んだ、バックつくか、バックつくか、早い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 、いったいった、決めたらすごい、どうだ、決めたらすごい、決めたらすごい、足を取りに行く、足を取りに行く、倒しました、倒しました、すげえ。今度は新井が足を取りに行きますが、ブレイク、ブレイク、いや、めちゃくちゃ面白いです、いい動きしてますよ、2人とも、はい、いや、いい、これ十字固めが決まりませんでした。決まってました、はい、足を取りに行く、いや、詰まってる、はい、そうだ、これ倒した、上になりました、新井、いや、すごい、滑った、また片下くる、詰まってますね、総合格闘技が詰まってますね。いや、そうなんですよね、もう濃度の高い MMA を見てるようです。早送りで見させられてる、はい、バックにつく、またタックル、タックル、タックルから持ち上げる、回転する、まさか、回転体もあります、ブレーキングダウン、回転体も見られました。やっぱ2人とも首のレベル高いですよ。そうですね、あー、ここで時間切れ、勝負判定、いやー、良かったんじゃないですか、めちゃくちゃ、これ良かったですね、獣人とか興奮しましたよね。いや、興奮じゃ、あれで決まってたら今日、あれ、多分はい、3対0、勝者青、朝比奈の勝ちです。判定3対0、これね、僕ね、ちょっと気づいたことあるんですけど、はい、今
関節技や締め技でもらって勝った人、何かもらえそうです。確かにMVP ですね。絶対何がもらえる、あげたいですよね。やだ、こんなルールで決めたらすごくないですか。いや本当に何か差し上げたい。いや何かもらえそうですよ、いやでも惜しかったっすね本当に。あと2秒、あと2秒だったっすね。形的には入ってましたね。入ってたよ、あと伸びるだけですね。伸びてましたよね。あですね、ということで朝比奈隆起が新井和穂を判定で下しました。